どうもハッシーです。 RO 水槽7日目消化サイクルが完成しました。アンモニアとアシオ酸が未検出の状態です。エアレーションはもう必要ないので取り除きまして、まずは水槽の状態を観察してみます。 RO 水だと茶ゴケが出ないかもと思っておりましたが、流木にびっしりですね。結局出んのかよって感じですが、茶ゴケを出さずに立ち上げる方法はないんでしょうか。まあエビを入れたら瞬殺できるので、ほっといて水質を測定してみます。現時点で最重要な水質が pH です。 CO2 無添加の状態で 6.前半かどうか、 6.5 だと不十分だと思います。今回意外だったのが、 RO 水を使ったにもかかわらず見慣れた水質となりました。まるで新品のソイルを使った時のような水質です。使用する原水の水質がどうであれ、ソイルの調整能力の方が高いんでしょうね。数回換水すれば RO 水らしい水質になるとは思います。毎回このタイミングで総合肥料を使うべきかどうか非常に悩みます。今回はロタラを植栽予定の後景に極み肥を2粒だけ埋めました。極み肥は窒素、リン、カリ、微量元素すべて入った環境性の固形肥料です。では水草を植栽していこうと思います。まずは前景層からニューラージパールグラス。収穫する時期が良かったためか状態が素晴らしいです。ここにサクッと植栽。植栽直後から非常に綺麗なんですよ。これは期待が持てます。後景にはグリーンロタラを植栽。水上葉を植栽したので新芽すらも埋めるように植栽しています。わかりにくいですが結構植栽してます。その奥にスーパーレッドを植栽。こちらも水上葉なので埋めるように植栽しています。今回はこの3種のみです。他にも中継層を植栽してもいいんですが、何にしようかな。植栽が終わったこのタイミングで換水します。水質でいうと TDS と硝酸、リン酸、この3つの水質が若干高いので減らします。 50% 換水します。生態がいないのと飼育水で換水するので 50% 換水です。これで TDS は54に減りました。次に鉄が0だったので微量元素水を添加しました。 pH が 6.0、 TDS がプラス3です。水草を植栽したら CO2 の添加を開始します。まだ未調整なのでちょっと過剰添加ですけどね。これで pH が 5.6 です。私は CO2 濃度を 25mm に調整していますが、pH が 0.25 だった場合の適正 pH は 5.5 になります。しかしながら CO2 の添加を始めると pH は上昇しますので、その分適正 pH も上昇します。なのでまた明日以降 pH と kH を調べ直して CO2 濃度が 25mm になるように添加量の調節ですね。本日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。次回は水草に変化があったタイミングで。続きが気になる方、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。